て座るの？また出てきてる。わすごいことになってる。こんなのも笑いの設定だけでもすごいね。チャンネル登録こんにちは、ナリトチャンネルのナリトです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回は視聴者さんからのレコメンドで、日本のお笑い動画でドリフターズの8時だよ全員集合ガソリンスタンドを見ていきたいと思います。ジャンジュンさん、他にレコメンドしてくれた皆さんありがとうございます。もしこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。おかげでご覧いただきありがとうございます。今日もご覧いただきありがとうございます。いい声してるな、オイス。いやいや、元気な声聞くと安心するんだよな。うちはね、ガソリンスタンドなんだよ。うん、今大変なんだ、世界的にな、エネルギー不足が心配されててね。この日本もね、あれですよ、規則でもってね、日曜日はスタンド休まなきゃいけない。うちもね、日曜休むでしょ。その分今度ほら、他の時一生懸命働かなきゃ。もうね、もう始まってんの。今今日一台も来ないの、お客が一台も。困るんだ、こういうことじゃね。今からこういう商売もサービスが第一。1にサービス、2にサービス、3しかなくて5にサービスって言うんだからね。どこ行きやがったんだろうな、うちのやつは。おい、これはスタンドイン。あ、社長。え、できた。すごい。すごいな。あのね、うちは経営が苦しいの、うちは。だろう。ねえ、お金さんに負けてんだから。分かったか？分かった。頑張ってくれ、もうちょっとお前。はい。キビ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 。お客が集まるように。はい、分かりました。はい。ちょっと待てよ、これ。はい。汚ねえな、お前の服は。お客商売なんだから朝ぐらいはさ、着替えてこうさっぱりしてこい、さっぱり。はい、わかりました。どうぞ。わあ、わあ、なんかありましたか。なんだお前のそんなありゃ。いや、ちょっとお前は普段から武装なんだよ。はい。もっと綺麗にしても小ざっぱり小ざっぱり。すいません、ちょっと。うわ、なんだこの埃は。すいません、ちょっとこれだけ。もうしょうがねえな、おめえはもう。うわぁ、すげぇ。何をしてたの、こんな感じ。うん、どうもご親切にありがとうございました。お礼のティッシュです。はい、ご苦労。だよ、この野郎。うわ、はい。いや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 。何の、何の格好これ。遅くなりまして、すいませんでした。もう何勘違いしてるんだ、お前は。なんだ、その格好は。賑やかでしょ、すごく。なんでな、なんでその格好すんだよ、お前。いや、あのね、あ、イカリアさん。賑やかな、賑やかなのかんだから。そうですよ、賑やかですよ、だから。そうかよ。みんなほら汚いでしょ、だから賑やかにしてきたんですよ、ちゃんと。ね、いいでしょ。あの、お袋言ってましたよ。なんて。イカリアさんの顔はね、賑やかでいいって。私はほら、背が寂しいでしょ、とっても。だからダメなの。お前は大丈夫、頭が賑やかだから。バカ。どういう意味ですか。見せよ、やろう。本当にしっかりしろ、バカ者。しっかりしろったってんだ。何言ってやんねえ、バカ野郎。怒りは怖くて赤いキツネが食えるだよ。うるせえな、バカ。何しゃべってんの。着替えてこい、ちゃんと白いやつに。うちのユニフォームはこれ白なんだから。さっぱり真っ白に。志村。出番。何すんね、これ。まあ、なんだよそれはよ。だって真っ白の着てこいって今言ったじゃないの。だって白きゃいいってもんじゃないだろお前。だからパンツを赤くしてきたのバカ。もうこう着替えてこい。着替えてきます。普通に引っ込めばいいんだよ。パンツが見えんの。分かってるわよ。着替えてくるわよ。じゃバカ、目につくな、なるべくやろう。本当にもうほら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 、はい、着替えてまいりました。何時と思ってんだよおめえよ。はいはいはい、はい、うちのスタンド汚いの。はい、きれいにきれいには昨日のまんまじゃねえか。はいはいはい、清掃清掃。はい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 、いいか。はい、もう衛生が一番。はい、なあ、汚いともうお客が寄りつかないよ。はいはいはい、一生懸命。あったく、もうこいつもこいつも全部整理整理して整理して。はい、分かりました。分かったか。はい、もうダメだよ遅いのは。はい、あ、志村。何
あのドアの音ですね。何何のお仕事してるの。何してんだエロ。その場を明るくしようと。いいんだよ明るくてバカ。なんでおめえそのバカなんだよこのエロ。恥じったらしい。なんだその態度は。お前が悪いんだよバカ。なんだその顔は。バカ者が反省しろ少し。ああ何なめ。いっぺん呼んどこよ親を。このエロ年を考えろバカ者が。すごい髪長いけど柱をかぶってるもしかしたら。あ、せかないな。おい、あれなめや。まあ、お掃除はしろよ、お客が来ないから。志村さんの髪型なの。働け働け、ほら腹たけ腹たけ。働け働け働け。腹たけ腹たらかだけで頑張れ働け。あ働きゃいいんだよ。何がんだよ。掃除すんだよ。だから石ころがいっぱい落っこってんだろ。車が開いてパンクして困るんだろ。全部石も全部ほら取ってきれいに掃除して。はい。でも何やってん。石ころ邪魔だから蹴飛ばしてんの。あ、危ねえな。だって石が。こっちやるなよ。危ねえ。石が邪魔だから蹴ってんだよ。危ねえじゃねえかこの野郎。この野郎この野郎それとこの野郎あこの野郎危ねえ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 やっちゃったね直せよ早くいらっしゃいませいらっしゃいませはいどうもいらっしゃいいらっしゃいませどうもはいはいいらっしゃい救急車の発生だけなんか事件でございますかあもう事件済んだんですか。あどうもご苦労さんです。あのガソリンでございますか。あいらっしゃい。あのねこちらにあのサービスの一環としましてコーヒーが入ってますから。どうぞコーヒーどうぞ。はいどうぞどうぞどうぞご苦労さんです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい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 。毎度ご来店ありがとう。卵お客なんだから大事にしろよ。あのちゃんとエンジンも全部見て、オイルもちゃんと見て、それから車もきれいに洗車をして、中もこう掃除をして。お前はぼんやりしないのほら。ガソリンのガソリンを早く。サービスに丁寧に迅速に。すごいですね。日本のガソリンはここだ。ガソリンスタンドって満タンだ満タン。はい、いいね、はい、満タンね。でしょ。お客さんの車にガソリン入れるじゃなくてだけじゃなくていろんなサービスしてるんですね。なんか紹介したか。何名さんの仕事なんでしょ。はい、現在でもこうしてるんですか。ションベンすんなってんだよ。ええ、誰もしてませんよ。ちゃんと流したから大丈夫だ。大丈夫かよ。大丈夫です。大丈夫かお前。はい。点検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 。はい。ガソリン入れてください。ちょっとウインカー見てくれ。はいよ。ちょっとつけてみてくれ。はいよ。ウインカーね。なんだっけな。切れてるかもしれない。掃除すればいいの。おやっとくれ。これやったか。あ、違うよお前。いたずらすんなバカ。トランプじゃねえかよ。回しちゃったよこれ。いたずらすんなよ。止めろ止めろ。早く。いやこれどれだか分かんない。止めろよ早くおめえよ早く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 止めろすごいめちゃくちゃガソリンスタンドのスタッフたちでしょ早く止めなきゃ早くほら止めろってのになやってんだお前たちはよ。止まったっすよね。止まったか。はいよ。はいはい作業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 。はいさ。はいよ。よ。よいしょ。危ねえ。
中村さん、これ危ないよ、ちゃんと急に閉めたら。あれどうしたの？危ないよ、お前。何やってんだよ、お前。急に閉めてるから危ないんだよ。あ、痛い、あ、痛い。みんな、お前。急に閉めたから。あ、どうしたの？ダメなんだ、これ。こうやってやなくちゃ。おいしょ。なんか触ってこんな感じになっちゃったのかな。さっき来るのが大丈夫だったのに。もう閉めたら急にそうだって、どっちも上がった。危ねえな。危ねえ。せーの、よいしょ。閉まったら。あら、あら、あっし。なになに。せーな。あれ、あら。女は立ってできるの。いいからもう。あれ。ほらほらほら。はい、洗車洗車。はい。よ。もういいからお前はもう。はい。洗車だよ。車洗うね。洗うんだよ。はい。よいしょ。よいしょ。車を洗いましょう。車を洗いましょう。よいしょ。よいしょ。なになになに。おい。おい。おしょ。おしょ。おしょ。なんだよ。なんだよ。あれ。あれやってるよ。バカ。やめろ。やめろ。なに。やめろっつってんだよ。おい、何してんだお前は。車洗ってんの。どこ洗うんだバカ。だって洗えって今言ったでしょ。なんかバカだなこの野郎。しまいしまいな。あ、車洗えっつったんです。中をきれいにきれいにしてきれいに早く。はい。きれいに。はい。はい。所長参りましたなこれ。もうしょうがないな。怒られますぞこれ。あ、どうも。どうも。あの実はでございますね。ああ、すみません、すみません、なんか、あら、何したんだお前、綺麗にしたの、綺麗な、水かけ忘れみたい、すみませんどうも、すみません、お金お金、お金なんかもらえるかバカ、だって綺麗にした、バカだな、バカだなもう本当に、もうお客なくしちゃったよ、社長、あんまり、あ、いらっしゃいませ、あらあらあら、あ、いらっしゃいませ。なってなってって誘導があるかバカ。満タンですか。満タンですか。はい。頭にすみません。はい。あのコーヒーが入ってますから。どうぞあちらどうぞ。はい。ハイダルミを。はい、ワンナイ。はい、どうも。今回どんな人なのね。はい、どうも。この車。オッケーね。あ、はい、どうぞ。どうぞ。どうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ。大丈夫。え、あちらコーヒー入ってますから。あ、まだ乗ってらっしゃるんですか。どうも。あ、マイナーでございます。コーヒーどうぞ。どうぞ。オッケーどうぞ。コーヒー。あ、おばあちゃん。タクシー。どうもいらっしゃいませ。ガソリンはまだ。あ、いらっしゃいませの。あ、これはどうも。すごい。どうもどうも。すごいいっぱい入ってる。あれ？どうやって座るの？おい、あれ？あれ？乗ってんのね。すごい。乗ってんのおい。どうしたんだこれ？どうど。あら。あれ？すごい。これ結婚式でしょ。あ、これ。これ。うわ。なんか、なんか、なんか、なんか。なんだ、あの人。何？何？うわ。ちょっと、うわ。おい。なんて車だろう。どうしたの？ちょっと、ちょっと、ちょっと。危ないから、刀なんか振りました、おい。ちょっと、ちょっと、ちょっと。危ない。今は現代、現代のことで。コーヒー飲みなさい、コーヒー。ちょっと。ね。なんだこの車は。あら、またお前出たのか。こら、お前よ、こら、おい、これ、これ。
あったくどこもう何か入っわあまた来たあれまた出てきたのわあこれこれなにわあまたさんゾウさんこんないっぱい出てきたのあれえこれこれこれちゃんと並べほら整列しろ整列ほら並べちゃんとほらお前寝てんじゃないつまでもほらおい、はい、気をつけ、はい、休めはい気をつけ、はい、行くぞ、ね、はいおまわりして、ね、これおりょはい拍手実際に見てる子供たち喜んでるよね拍手ああいうふうにああいうふうに拍手するんだああいうふうに拍手はい拍手なんだお前よし行くぞ次はい逆立ち始めはやはいよしはい拍手お前の拍手はなんだそれはおいよし行くぞ気をつけ左向け左駆け足前へ進めこの子も出てお前も帰るんだほらお前も帰るんだよ俺拍手はいいからもう帰れほらなんだあの豚はちょっとあれはいどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございましたはいどうも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 豚がさはい豚がね何言ってんだよはいはいどうもありがとうございました。ちょっと、ちょっと待って、洗車、ちょっと洗車したら洗車、洗車、車ラムネ、わ、洗車、ちょっと洗車、洗車、ちょっと、ちょっと洗車、洗車、洗車、何何これ、洗車、こんなのも、洗車、ちょっと、撃て、いやこの笑いの設定だけでもすごいね。わ、もう一つ、撃て、危ない。うわもう一つ何これ戦争場所みたいになってる最後に撃てうわうわどうでしたか皆さん8時だよ全員集合それを見て実際にその時に舞台に見に行った方々が多分絶対にそれを見て懐かしくて、いろいろ思い出したんだよねなんか子供の時に親がその舞台を連れて見に一緒に見に行くこととかあといろんな、思い出あるかと思いますけどどうですか懐かしいでしょうねナルトがこんなお笑いの舞台とかは見たことないんですね、カンボジアではああいうのがあまりにもなくてあるとしたら本当に少なくて町だけにあるナルトが村で生まれた子供で何もないところっていうか生まれた時にはトイレもなくて電気もなくて、そして私の村から町まで今ここに撮影しているプノンペン首都まではすごい時間かかるんだよ途中まで1日かけて来てまたほとんど1日ぐらいかけてプノンペンに来るみたいな感じそしてその時はメコン川で船で乗って来るんだからだから小さい時にこんな舞台が見たことがありませんでしたもう一つ思うのがガソリンスタンドですね、私10年前くらい日本に行ったりしたことがあってガソリンスタンドを見てたらなんか自分でガソリン入れるような感じでしたねその舞台みたいな感じにいろんなサービスが見たことなかったんですけど今どんな感じですか日本でのガソリンスタンドカンボジアだったらこんなみたいなサービスじゃなくて別々サービスでもう同
感じサービスではありません。はい、一緒に最後まで見てくれてありがとうございます。また新しい動画でお会いしましょう。チュブリブリー。